今日は米粉ということで、はい、それではこれですね、御嶽山のお米で作った簡単パンミックス、この時間0分ということで、もちもちということで、もちふわって書いてましたね。同じように作ってみてもらったんですね。団子になるようにという材料を同じように焼いてみてもらいました。そして焼き上がったのがこれですね。さて食べてみますか。あ、これはこれで美味しいな。確かにパンみたいな食感だね。パンみたいな食感だ。なるほどね。パンみたいな。確かにもちもちだね。もうちょっとうまくいけば、もうちょっと膨らんでくればよかったね。でも食感悪くないね。甘さも出てくるしね。これ埼玉県の御嶽食品工業っていうところで作ってね。で、本品、水、それから何だ、塩かな。水、油、ドライイーストというので規定通り作ってみて、確かにもっちり。ドライイーストが悪かったかな。でも、この餅はあります。餅って食感がねですね。はい、それで同じく御嶽食品さんの大豆粉と米粉のパンケーキミックスということですね。でこれを溶いてみたんですね、規定通りに。そうするとこういう風な感じに変わりましたね。粘りもほどほどにあるね。で、作り方はということで、本品と卵と牛乳混ぜ合わせて、してフライパンで強火で熱して、濡れ布巾の上で少し冷ましたら生地を丸く流し入れ、弱火で約3分焼きますということですね。材料はうるち粉、グラニュー糖、大豆、遺伝子組み換えでないベーキングパウダーも入っているということで、大豆の粉とかグラニュー糖も多いんだね。はい、それじゃあ焼いてみましょう。これはパンケーキ。パンケーキだな。はい、じゃあこれで焼き上がる前にちょっと待ちます。じゃあその間にもう一つを説明しておきます。はい、もう一つはおなじみ、森永のホットケーキミックスですね。あのパンケーキミックスもあるんだけど、今日はホットケーキミックスしかなかったということで、ホットケーキミックスを焼いてみようということですね。おー、これ 3D キャラみたいだな。で、これを通常通りやるとこういう感じですね。で、これも一緒に焼いてみましょう。まあこれはおなじみのやつだからね。でも小麦粉が高くなってきたので、それに代わる代替品ということで、奥の方がホットケーキミックス、なんかお好み焼きの雰囲気だな。はい、このまま焼きます。あと蓋して待ちます。手前が大豆米粉、奥が森永ホットケーキミックスです。
はい、どうでしょうか。焦げたかもしれない匂いがする。甘黒焦げだ。甘いんだ。結構甘いのかもね。甘い。もうちょっと急がなきゃダメだこれね。ちょっと急がなきゃ。うん。はい。失礼しました。はい。なしないってもいいだ。このままでいいだろう。はい。温度をちょっと中央にしてみるか。そのまま弱火でって書いてあるっけ。あ、じゃあ。はい。はい、焼けました。さて、ちょっと焦げちゃったけどね。まず食べてみますよ。どうでしょう。はい。断面はこんな感じですね。はいよ。こんなもんですよね。さあ食べてみましょう。それではいただきます。甘いですよ、生地は。甘いですよ。甘い。焦げたもんね。うん。パンケーキじゃなくてホットケーキの方が近い。ホットケーキの方が近いかな。砂糖がいっぱい入ってるから。パンケーキ味パンケーキあんまり味濃くしない方が。確かにバター乗せて食べれば、ホットケーキだな、これ。パンケーキ。ホットケーキの方だな。うん。これ小麦粉ですかって言っても甘いし、これ、うん、これ小麦粉じゃないの。いや、小麦って言われてもわかんねえと、米粉と大豆粉だから、これ小麦粉ですねって、ホットケーキですねって言われてわかんないと思う、うん、だからアレルゲンの人たち、小麦粉アレルギーの人たちはいいかもしれないね。値段はまだ見てないんですけど、うん、ホットケーキのあれだな、ちょっとここでホットケーキの味を思い出すためにこれ森永のホットケーキですね。森永のホットケーキを焼いてみました。こっち森永です。で、森永の焼き目、味を思い出すためにね。しばらく食べてないもんね。学生街の喫茶店で食べたっきり食べてないような気がする。断面はこんな感じですね。あきちゃんいつもさ、長いね。これ長いね。これ。はい。ヒットが合わない。はい。オッケー。食べますよ。うん。こっちは、バニラエッセンスの、香りが入ってるんで、甘さはあるけれども香りがあるから甘さが少なくても余計甘く感じるんですよ。バニラエッセンスが入ってるため、うん、甘さ同じぐらいかな。うん、なんか強い。そんな感じですね。180でもいいかもしれない。じゃあ森永のホットケーキミックス。うん。晩飯にホットケーキ食うとは思わなかったけど、まず私のケーキね。うん、まあ昼飯メニューですけどね。でも美味しいよ。こっち食べて、こっち食べてね。うん、甘さはちょっと強いかな。ちょうどいいかも。うん。こっちちょっと切ってみて。はいはい。こっち盛り長で。うん。はい。食べてみてね。はい、ごちそうさまでした。味はこっち、味は上手にできてますね。シナモンじゃなくてバニラエッセンスちょっと入れた方が甘いね。うん、美味しいような気がしますね。でも美味しいですよ。生地もよく米粉と大豆粉でこうに仕上げたものだと思いました。
見事です。